サンパウロ FC はブラジルサンパウロ州サンパウロを本拠地とするサッカークラブである。レアルマドリードに次ぎ歴代第2位の5回の世界一を誇る。ブラジル国内にはサンパウロ FC を名乗るクラブが複数あるが人気、実力で最も有名なのはこのクラブである。チームのマスコットはセーパウロで応援にもよく使用される。1900年に創立されたサンパウロ市内の 高級住宅街、モルンビーにある高級スポーツクラブ、クルビオトーレティコパウリスターの所属のサッカー部門として創立され、1935年に現在の形態になった。ホームグラウンドは、モルンビーの真ん中にあるエスタジオドモルンビーで、約8万人の観客を収容でき、スポーツクラブやジムなども併設されている。サッカークラブ世界一を決めるとヨタカップで、 過去3回優勝しているほか、SC コリンチャンスパウリスタや SE パルメイラスなどの、競合がひしめくカンピオナートパウリスタでも22回優勝しているなど、サンパウロ州だけでなく、ブラジルを代表するサッカークラブの一つとして知られている。2005年も、パウロアウトより監督の指揮のもと、コパリベルタドーレスの決勝では、アトレチコパラナエンを抑えて優勝し、これにより出場権を手にした。 フィファクラブ世界選手権でもリバプール FC を下し、優勝、トヨタカップ統合後初の世界王者となった。2008年には、クラブ初となる、カンピオナーとブラジレーロセリエ A3 連覇を達成した。また、世界的に人気があるサッカー漫画、キャプテン翼の主人公、大空翼が最初に所属した、プロチームとしても知られている。人気の面では、サンパウロ州で、 コリンチャンスに次いで人気があり、ブラジル全国では、CR フラメンゴ、コリンチャンスに続き、3番目に人気のあるクラブである。同じサンパウロ州を本拠地とする、コリンチャンス、サントス FC、パルメイラストは、サンパウロ FC を含め、サンパウロのビッグ4と呼ばれ、これらのチームとの対戦は、クラシコと呼ばれる。コリンチャンスとのクラシコはクラシコマジェストゾ、パルメイラストのクラシコは、 初期兵とサントス FC とのクラシコはサンサンと呼ばれている。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を示す。http://www.lanacion.com。ある、642,142フラーメンゴ、エルアキポマスポピュラーでブラジル。 ありがとうございます。